はい、小橋です。今週も息子と遊びながら、大地ちゃんの方は配信していきます。はい、はい、ではね、ちょっと息子と遊びながら、先週うっかりし忘れてしまいました、フレンドさんの順位を紹介できるのかな。ねえはい、紹介していきます。さあ、前回ね、灼熱のドバイオープンでした。いやーね、難しいコースだったですけど、いかがでしたでしょうかね。さあ、フレンドさんの順位、フレンドさんの中で1位、全体の18位、ももさん素晴らしいですね、18アンダーと、同じく18アンダー、26位、コンペ以外何かやれよさんね、何か新しいイベントが欲しいですね。はい、コンペ以外何かやれよさん、ハワイの方も今週の方も、今週のアントラもよろしくお願いします。で、17アンダー、40位、ジャスミンさんすごいですね。で、16アンダーが111、おお、ゾロ目、エグゼさんゾロ目、すごいね、すごいね。ね、ブーじゃ聞こえないってこれ。喋んないの。はい、111エグゼさん、同じく16アンダー、HYO さん143位ですね。で、15アンダーね、ワンチップ3回はいっぱいいらっしゃるんですね。210位ナバーロさん、217位レフトさん、236位リリリンさん、327位ショコスさん、396位リオン2さん、413位サトシさん、564位コウイチさん、612位アップリンさん、617位アーチンさん、711位 YOA さん、757位翼さん、803位菊次郎さん全員まくるぜはい、で、ここが14アンダーですね。モゲラさん、TK タカさん、マッスーさん、ブーブーうるさいな聞こえちゃってるかもしれないよパームスさん、カジコさんで、私小橋ですね。はい、で、サケさん、アカンベイさん、アッホさん、ナカさん、シンさん、13アンダー、テンさん、ジュンさん、ナイルタさん、満天のドアメさん、ケイドットさん、ムクさんですね。13アンダーが一つの分岐点ですかね。ワンチップが理論値でもね、ボーナスポイントによってはもしかしたら3000以内いけたのかなっていう感じでしたね。はい、では続きまして、MGC の方行きましょうね。今回はあんまり私はできませんでした。チップも何枚余らした26枚余らしたんだって感じですかね。さあ、で、まあランキングとしてはここにあるように3008位でした。さあ、フレンドさん、お、14位リリンさん、ファイナルどうでしょうか。お、ナユタさんも28位、ファイナル頑張ってほしいですね。そして、チーム雪村の魂のメンバーであるお二人、レフトさんとリオン2さんもファイナル楽しみですね。お、すごい、100位全員まくる菊次郎です。なるほど、100位から全員まくって、ぜひともトップに輝いてほしいですね。はい、で、ももさん惜しかったですね。チロベさん、ケイドットさん、コンペ以外何かやれよさん、エグゼさん、ショコさん、アッホさん、アーチンさん、ジャスミンさん、モゲラさん、アップリンさん、すごいな、皆さん先週ラントナもやって MGC も頑張って、
西山さん、TK 高さん、光一さん、翼さん、ムックさん、パームスさん、サケさん、ハヤットさん、ジュンさん、満天のだめさん、シンさん、キョウさん、HYO さん、ナバーロさん、リホさん、アカンベイさん、マスーさん、マスダさん、サトシさん、YouTube 配信をしている方ではない雪村さんって言ったら失礼かもしれないですけどね。はい。天さん、カジコさんで、私、小橋でした。まあね、MGC の方は今回ね、401ヤードを飛ばせる人がね、かなり有利っていうところはあったんですけどね。はい。いい感じでした。はい。では、まあ、こんな感じでね、読める範囲で、フレンドさんの順位読んでいこうと思うんですけど、まだフレンドさんがね、70人ほどかな、まだ30人ぐらい、枠があるので、ぜひとも小橋とフレンドになってください。フレンドになる方法は、まあ、コメントいただいてもいいですし、過去に私の ID が載っている動画もありますので、ぜひ探してみてください。はい。では今週、さっきね、ちらっとお見せしたんですけど、今ね、今週の難しい南風のハワイオープンなんですけど、割と今のところいい順位にいます。昨日ほんとまぐれでね、ワンチップ解いたのでね、その映像だけちょっとお見せして、第2弾の方に、行きたいと思いますね。いや、最初全然理論値取れない。てか、理論値自体はね、まあ実は2回しか取ってなくてね、理論値プラス1をね、1個取れたっていうのはこのチップでしたね。さあ。まあ、ここはね、祝砲で行ってるんですけどね。ちょうどね、下るところですね。まあ、ブレをね、確認できたら、ここでブレを確認してっていう感じで、今回はね、ちょっと右ブレでした。なので、結構ね、ピンから左にずらしていきましたね。で、コロコロって、やべえ、オーバーするかな思ったら、まさかのピンに当たってね。まあ、ほんとね、今回はね、運も左右されんじゃないかなっていうところが、他のチームチャットとかも見ててもね、あるのでね、まあ、運も味方につけて頑張っていければと思います。はい。では、前半の部は、以上となりますので、また後半の部で、今回はラントナの方をね、後半の方はラントナの方をやっていきたいと思います。はい。なんか喋んなくていいの？はい、じゃあ以上、小橋でした。